この度鉄道旅に行ってきたので、その時の様子を皆さんに見ていただきたいと思います。色も形もめちゃめちゃかっこよかったです。すごい謎に地図を見ないで行けるという自信があったみたいです。空気もすごく美味しくて、あ、空気美味しいってこういうことなんだって思いました。この1日目はですね、3時過ぎぐらいに空港に着いたので、ちょっと短めの旅ではあったんですけれども、すごく濃厚な時間でした。